夢は現実に。ここは人類の8割が何かしらの超常能力、いわゆる個性を持つ超人社会。この超人だらけの社会で勇敢に人を助ける一つの職業があった。それはヒーロー。ずっと憧れてきた。そして言ってもらったんだ、君はヒーローになれるって。だから僕は行くんだ。最高のヒーローを目指して奮闘する僕たちの物語、僕のヒーローアカデミアが Nintendo 3DS に登場。僕のヒーローアカデミア、バトルフォーオール。舞台は数多くのヒーローを輩出した名門、雄英高校ヒーロー科。ここで僕は仲間と競い合いながら最高のヒーローになるんだ。僕は人より何倍も頑張らないとダメだ。今だ、デトロイトスマッシュ。俺はここで一番になってやる。終わりだ。私の個性はゼログラビティ。いくよ、カイゾー。最高峰の雄英で学べることを誇りに思う。大丈夫。ケロケロ、つゆちゃんと呼んで。おいら天才だからな。来いよ、覚悟があるならな。俺の効果は守りも完璧だぜ。常に科学上達、一位先進に励みますわ。電気をまとうだけだ俺は。さすがヒーローの名門校、みんな魅力的な個性を持つ人ばかりだ。そしてその個性をさらに引き出すのが個性コントロール。これを使えばそれぞれの特性に合わせたより戦略的なバトルができるんだ。僕たちのバトルをサポート。なるほど、徳上くんやセロくんたちの個性と連携してバトルを有利に進めることが可能なのか。ヒーローアカデミアモードでは雄英高校での奮闘ぶりが楽しめるんだ。どうだって。ここにはヒーローになるための様々な訓練が用意されている。それに僕だけじゃなくクラスメイトそれぞれの熱い物語も詰まってるんだ。よし、少しでも強くならんと。そうか、戦ってもらったポイントで装備を変えたり能力を高めたり、より強いヒーローにカスタマイズができるのか。あれ、これ飯田くん、なんか怖い。おっと。そして通信プレイでは自分好みに強化したヒーローで友達と真剣なバトルができるんだ。勝って必ず君を超える。てめえは俺より下だ。真剣勝負だね。速さでは負けられないのだ。本気で行くわ。ゴールだって。どうなっても知らねえぞ。行くぜ。何でも作ってみせますわ。僕は頑張れって感じのデクだ。 Nintendo 3DS 用ソフト、僕のヒーローアカデミア、バトルフォーオール、5月19日発売予定。初回封入特典はオリジナルテーマと激突ヒーローズバトルで使える限定カード。これはすごい。 3DS だけじゃなくゲームセンターでも遊べるってことはさらにヒロアカの魅力が。いや待てよ、アニメの魅力は僕たちの頑張り次第。バンダイナムコ。